イドル戦国時代を生き抜くために、真っ白なキャンバスの成長を応援する番組、白キャン応援委員会、始まりました。イエーイ、白キャン応援委員会。今日何変だっけ、ね、何変だっけ。ジャージでーす。今日あれ誰がマシやんの、あれいのくんない、やってくれるの、ごめんさん、いのくんなんかごめんだけど、皆さん最近成長してますか。なんで何できてんの。いや、あれ練習通りいかへん。なにこれ。さあ始まりました、真っ白なキャンバスのアイドルとしての成長を応援する番組、白キャン応援委員会。応援員を務めますお笑い芸人の赤文字です。お願いします。お願いします。そしてこちらに勢ぞろいしているのが白キャンこと真っ白なキャンバスの皆さんです。今みんななんかジャージ着てるけど、おいしい、もう体育館でね。あ、うん、ということはどういうことかというと、体力を磨こうということで、はい、番組オリジナルのスポーツテストに挑戦してもらいます。よっしゃ。なんかスポーツテスト、なんか学生の時とかあったやんか。やりましたね。あの、どうやったの、成績は良かったの。サッカーを走る、サッカーを走る競争、うんうん、した時は千秋が1位で、あ、すごいやん。サッカーを走る競争、何だろう、合宿なんか一番運動できるのは西野さんなんかな。できるのとできないの差が激しい。走るのは得意なんや、短距離だったら。でもこの間のテストの時にさ、その麦田さんなんか実は運動できるみたいなの言ってなかった。確かに体育がなんか好きみたいな。いや、好きなんですけど音痴なんです。体が追いついてこないんだ。はい、なんか体育は麦田さんのことまだそんな好きじゃないみたいな。麦田さん好きやけど体育のことをな、片思いしてんねや。ということで、まずはこちらのテストです。足つぼ走。よいしょ、よいしょ。足つぼ走なんですが、足つぼが敷き詰められた道をタイムアタックしてもらいます。うん、順位に応じた点数を獲得できるということで、今回も1位の人にはご褒美、最下位の人には、何かしらがあるということで、はい、まず1人ずつやっていくという感じになります。足つぼ得意な人いる。私、お、橋本さん。橋本さん行く。痛いと思ったことない。足つぼ痛いと思ったことがない。じゃあ今日初めてそれを思う日になるかもしれんな。位置についてよーい。お、うえー、嘘やん。ちょっと待って痛くなかった。マジで痛くない。ちょっと待って、あかんって。ちょっと待って、ランニングだったんだけど。時間何秒ですかね。3秒25。これの競技の世界記録じゃん。嘘でしょ。嘘やん。位置についてよーい。痛い。いやでもやっぱ我慢していったんかな。ちなみに西野さんの秒数は、2秒46。2秒46。うわ、世界記録。でも痛い。位置についてよーい。なんでそう、絶対タイムロスだよね。ハンデ。みんなさん帰ってみて。痛かった。痛いです。痛いやんな。痛いのは痛いし、あの最初のなんかこのズーンって回るのに自分のペースかと思って。自分でいけると思ったんや。そういうことね、自分のペースで。ただすごいスピードやったよ。何秒ですかね。5秒17。全然早い。でも全然早い。全然早いよ。みんな何なの。なんでなん。でもクソ痛かった。クソ痛かった。言葉がこんなに腹なるぐらい痛かった。あの麦田さんが。位置についてよーい。嘘やん。ちょっと待って、めっちゃみんな早いやん。痛いのは痛いやんな。なんであんなあんまさ、こんな見たことないから、おもろいな。全員が、ちょっと待って、お前、一回だけ。ちょっと待って、俺やってみるわ。俺ってやりに行きそうやん、基本な。だからちょっと坂田がちゃんと一回。ちょっとおかしいわ。ちょっとおかしい。いや、マジ痛くないやつやで、これ多分。坂田さんが間違えて。そう思うもん。痛くないやつ用意してる。それ、資料キャノン見てたらそう思う。行くで。位置について、よーい。
あ、やばい。無理やろ。サガナ、サガナ助けに行かな。ちょっと待って。ちょっと待って。痛い。血出てる。痛い。無理。な。な。ちょっと待って。なんでみんな倒れんねん。なんでみんな倒れんねん。腰とか。なんちゅうこと言うんだよ。20代じゃん。いや無理無理無理。無理やろ。あのスピードで無理無理。え、鈴木さんのタイムちなみに何秒でしたか?2秒85 今どうだ早い現在2位1位についてよーい早かったでも早かったよやっぱ痛いやんなでも滑った早すぎてね体が追いついてなかったけど、小野寺さんのタイムが2秒75! うわ2位やわ !1 についてよーいあ、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 そうそうそう、ね、でも早いけど痛いよなでも、それが普通やねんで痛いだ浜辺さんも早いで浜辺さんのタイムは4秒15あでもまあまあ、まあ、いや早いよめっちゃ早いでそれでもですよ、ね、痛かった今もまだ痛いめっちゃ痛いやんな1についてよーいあっ三浦さんアウトです失格です何これ三浦さんは失格ですだっせ何今三浦さんこっち来て三浦さんコースアウトしたんで、うん、失格ということになります今回失格ですただ俺もう三浦さん攻められるなるもんそうやって、うん、普通はああなるよ普通やって三浦さんおかしいおかしいよなはいじゃあ順位の方発表いたします1位2秒46西野さんやっぱ一番運動神経がいいかな早かったな、そして2位2秒75小野寺さんまた2位だまた負けたそして3位が2秒85鈴木さんおお早いお今回頑張った鈴木さんいやすごいよみんな三浦さんが一番空気読んでた空気読んでたそういう意味ではね、うん、俺らも助かったしな誰かなんか西野さんのタイムに挑戦した人はあったかなうわえ、千秋もそしたらもう一回したいずっと追い抜いてどんどん速くなって0秒98とかで一応じゃあ小野寺さんやるじゃあ一回やってみようかじゃあ話でいってみるうわ、えぐうわ、マジでじゃあ小野寺さん2回目です1、2についてよーいドンうわすごいすごい早すぎた話でいったよ早すぎる早かっためっちゃめっちゃ早かったな今めっちゃ早かった地面走ってると変わらんやん1秒じゃん今の何秒ですか2秒1秒1位や初めて西野さんを超えたと橋本さん行ったのか果たしていくん、うん、橋本さんもでも足速くないいやもうでもこの距離やったら大丈夫やって痛いよ2秒10ってじゃあ行こうか2回目橋本さん1についてよーいうわーすごいおーよーちょっと待ってもうこれなんなんこれなんなんこれ10メートル走やんこれ何やねんただの10メートル走やん何秒何秒やったただいまの橋本さんのタイムはあでも千秋抜かした2秒45西野さんより 0.01 速いえ千秋最後あのクラウチングだったんで普通に走るね普通に走ろうかじゃあ最後じゃあ西野さんの終わろう絶対王者西野さんの走りをいきましょう1についてよーいいてあいてててておおいや早いよでも早いよめっちゃ早かったよ今のダメだダメだどっちだ西野さん2回目のタイムは2秒25いや相当あーちゃん1秒10だっけいや2秒10 1秒ピュン、じゃあ、
エキシビジョンは、小野寺さんで2秒10でした。なんかおかしいな今の。白キャン応援委員会。続いてのスポーツテストはこちらです。動く玉入れ、イエーイ。ルールを説明します、こちらチーム対抗戦となります、赤チームと白チームに分かれ多く玉を入れた方が勝ちとなります。勝利チームのメンバーは玉の数だけ点数を獲得できます。負けたチームは点数なしとなりますということで、ここで玉入れをしてもらうんですけど、みんな誰か一人が背負ってこう動いて逃げながら周りから球を入れるっていうゲームになるんですけども、見ないでくださいね。はい、じゃあ次村さん、はい、平野さん、はい、平野さん、はい、村さん、これは白かな、はい、続きます。赤だったら、全然わかんないな、最後もいい、はい、ということで目を開けてください。あ、ほんとだ、はい、その色が同じ人がチームとなります。で、赤チームに村さん、じゃあネズミ袋ちょっと使っ入ってもらって、もう今から、うん、村田さん本気出してください。俺本気出すよ、ネズミ袋入りながらも勝ちたいから本気、絶対転ばないでください。あ、ちょっと待って、いけるわ全然。じゃあ村さんは赤チームの方に行ってもらって、赤チームはそちらのチームメンバーで、白チームはこちらのメンバーとなります。はい、では早速やっていきましょうか。こちらの緑の枠をの中、外から球を入れてください。村さんが逃げ回るんでね。で、制限時間は1分です。ラスト15秒になったら中に入っても大丈夫です。中に入って直接入れてもいいですし、で、球を取りに行く際は中に入って取りに行っても大丈夫です。はい、いきますよ。動く玉入れスタートです。頑張れ頑張れ、逃げて、後ろいる後ろいる後ろいる後ろ後ろ、いいよいいよ、入ってない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 、すごいすごい、入ったかも、すごいすごい、逃げて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 、すごいすごい、でも全然入ってないんじゃない、すごいすごいすごい、逃げるぞ、すごいすごいすごい、あ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 、もう嫌や、もう許してくれ、あ、しんどい、頑張れ、中行って、ラスト15秒、ラスト15秒入っていいよ、中入っていいよ、村田さん、逃げろ逃げろ、村田さん逃げて逃げて、死ぬ、逃げて逃げて、マジで死ぬ、逃げて、おかわり、逃げて、村田さん逃げて、3、2、1、終了。あ、落ちる落ちる、村田さん落ちる、落ちた分は入れてください。それではいきます、動く玉入れスタート。みんな頼むな、オッケー、作戦立ててんの、よっしゃ、逃げて逃げて、おい、やばいやばい、入んない、あ、ごめん、よっしゃ、入った、行こう、ごめんごめん、全然入らない、すごい、避けてる避けてる、うまいよ、すごい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 、うまい、避けた、うまい、全然うまいよ、すごいよ、あーうわー、全然入らない、全然入らんの、これよっしゃ、入った、え、村田さん上手、うわー、ごめん、すごいすごい、でもあんま入ってないよ、玉取るためには中入っていいからね、あ、ごめんごめん、おい、すごいよ、全部玉が見えてるかのようや、あ、ごめん、あ、ラスト15秒です、あー、えー、見えてる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 、入れろ入れろ入れろ、みんな回って、3、2、1、終了、いや、相当入ったんじゃない、やばいんじゃない、めっちゃみんなやっといったんじゃん、途中まですごかったけどね。
はい、それでは集計していきましょう。でみんなで球を投げて1と数えていきましょう。はい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 、じゃあいくよ、せーの、1、2、あ、これみんなで言った方がいいかな、40で白チームの勝利です。いやいやいや、うわマジで、うわすごい、もうちょっとやったよ、一球差やで、もうちょい逃げ切ったら。いやすごかった、いやマジか、もう一回しよう、同じ条件でもう一回しよう、ブラザー死んじゃうよこれ以上やったら、死んじゃう。続いてのスポーツテストはこちら、紙飛行機飛距離テスト。イエーイ。はい、ルールを説明します、それぞれが一番飛ぶと思う紙飛行機を作るということで、とにかく紙飛行機を作って遠くに飛ばしたら勝ちっていうルールとなっております。そういうこと。はい、紙飛行機作ったことありますか？あります。あ、みんなあるんや。作ったことない子いる？あ、浜辺さんと浜辺さんだけ。え、みんなわかんの作り方あるけど、うん、そんなガチで怒られたやつね、あれあのなんか集会かなんかで怒られんのよね、あれ。一応ね、こちら紙も2種類用意してまして、うん、折り紙と画用紙2種類用意してるんで、ね、好きな方を使っていただいて、はい、という感じになります。はい、一応ルール変更が少しありまして、はい、1位になった方は得点が2倍になるということで、ここで逆転のチャンスがあるんじゃないかなということで、誰でも逆転できるようになってるんでね、はい、1位を目指してください、ぜひ。はい、それでは早速もう作っていきましょうか。飛行時間が長くなるみたいなのはあるよ、羽の部分。村田さん得意なんですか？俺別にそのぐらいしか知らない、これは限界の情報。もう空っぽ、今からもう出し尽くした。ほんでこうした後に次はこう。あ、懐かしいな、そんなやってたわ。そうそう、何それ。それ鉛筆紙飛行機やで、ね。こっちでも作れるのかな。そこで落ちちゃった。そっちでも大丈夫。こっちでも作れると思う。はい、じゃあ皆さん、おのおの紙飛行機作れましたか？はい。大丈夫ですか？はい。じゃあ一人一人飛ばしていこうと思うんですけど、ここで少し特別ルールがございます。投げる手は利き手じゃない方の手。右利きの人は左手で。左利きの人は右手で投げるという感じです。ということで、では。できるかな？西野さん。お願いします。はい、行きます。えい、おー、結構いったんじゃない？いいやん、結構飛んだよ。でも皆さんちょっと待ってて、今までで1年投げるの、すごい、さっき U ターンしてたもんだって。私もだよ。いや、逆に力入らんと飛んでんじゃない？ちょうどいい感じだったじゃん。じゃあ西野さんここね。あ、そこ。いや、結構飛んでるよ、それ。結構いい感じだったよ。麦田さん、どう？紙飛行機の具合は？ボロボロです。鬼目だらけやんか。鬼しかないやんか。でもこういうのが意外と飛んだりしますからね。 そうやな。それでは麦田さん、お願いします。あー、誰も出ない。どこですか、村さん？ここ。どこ？引き近いよ。まあ、引き腕ちゃうからな。どうやった、やってみて。飛ぶと思った。もう飛ぶと思ったけど。黒くてかっこいいですね。かっこいいけど、なんかこう返ってくるんですよ、こいつ。なるほどな。まあまあまあ、ね、今回本番どうなるかですけども。それでは橋本さん、お願いします。お願いします。はい。いい戦いだ。いい戦いだ。超えた。僅差でした。すごいいい戦いだ。泥試合ですね。小野寺さん、誰よりも紙飛行機でかいやんか。え、なんかみんな折り紙だったね。確かに厚紙で作ったのは小野寺さんだけね。小野寺さんだけ。じゃあ行きましょうか。小野寺さん、はい、お願いします。行きます。
あ、バツ2。すごい。どこや、どこ、すごい。ピッてなった。ここです。うわすごい。もう、うわ、まんまんやん。すごい投げ方が特徴的ですけどね。じゃあお願い、いきますよ。鈴木さんお願いします。ちょっと待って。ちょっと自分の前じゃなかったな。おーおーおー、うわ、いいやん。結構いった。結構いった。そこそこいったで。どこですか。ここです。うお、結構いったね。2番目に飛んでるんちゃう。すごい。ちょっとこの2人には勝ちたいです。あの、ね、志低すぎるわ。帰ってくるタイプのねやつね。じゃあ浜辺さんお願いします。やだ、頑張って。いい戦いだ。どっちだ。待って頑張る。え、一緒じゃない。お願い、私と一緒じゃない。え、美穂ちゃんに負けたかも。ギリ、どっちどっち。麦田さんよりは。やったー。もう発熱してるぞ。すごいですね。戻ってきちゃう。綺麗、確かに。見せ見せ。うわ、赤くて綺麗。おう、じゃあ、折り目とかが位置として綺麗って言ってた、みんな。その赤くて綺麗やんか、三浦さん。すごい、色の名前の授業あっただけのことは。お願いします。はい、じゃあ三浦さん、お願いします。おぉ、おぉ、すごい。めっちゃ来たんじゃない。悔しいね。え、やっぱ綺麗に折るといいのかな。すごい。私、折り紙苦手。ここ、うわ、そこ、え、めっちゃいい勝負だ。すごいな。はい、ということで集計ができました。ということで先ほどの紙飛行機対決の順位を発表していきたいと思います。はい、まず1位、小野寺さんです。ポイントが140ポイント獲得ということで、すごい、やっぱすごかったですもんね。やっぱ飛び方が一番飛んでたよ。うん、続いて2位は三浦さんです。60ポイント獲得で、3位が鈴木さんです。すごいね、飛ばしてたもんね。左の方が飛んだもんな。うん、50ポイント獲得、よかったんじゃないでしょうか。ということで、はい、白キャン応援委員会、はい、今回のオリジナルスポーツテストの、全体の結果を発表したいと思います。まあ結構ね、白熱した戦いだったと思うんですけども、だいぶ白熱したよ。はい、早速1位から発表していこうと思います。はい、1位は小野寺さんです。ポイントが241ポイント獲得ということで、すごいな。すごいですね、ダントツ1位ですね。なるほど。はい、2位は鈴木さんです。141ポイント獲得です。意味が分かんない。いや、ま、頑張ってたね。でもさ、うん、足つぼも3位だし。そうそうそう、あれだって3位で千秋が負けたからだ。え、でも飛行機なの。そっか、うん、結構やってたんだ。3位は西野さんです。110ポイント獲得でした。はい、そして4位は三浦さんです。101ポイント獲得ということで、最初は質問で0やったのにな。そう、失格だったのに4位に入り込みました。結構追い上げていきましたね。巻き返しましたね、確かに。そして第5位は浜辺さんです。91ポイント獲得です。そして第6位は橋本さんです。70ポイント獲得しました。そして最下位は麦田さんです。30ポイント獲得ということで、どう、え、思ってる低かった。低い。ちょっと上で止まってた。だって、小野寺さん241やねん。30ポイント点差がだいぶ開いちゃってますけどね。1位の小野寺さんは最下位の麦田さんが持っている自前の持ち物、どんなものでも奪うことができます。それは申し訳ないよ。どうしますか。そっか、じゃあ
じゃあこれで風の巻を奪うということで、はい、1位小野寺さんは麦田さんから紙飛行機を奪いました。ドラフの決勝やから麦田さんもほんまあげたくなかったもんな。アイディアが詰まってんだもんな。はい、あ、そういえば前回村田さんのヒゲを奪うと言ったんですけども、どうなってるんですかね。あれってカットされてないなんかあれですよね、生えたんですよね。いや、まあまあ、あの収録が確か1ヶ月前、めっちゃ前でいやいや、それ持ってこいやん、それよ、まあ、橋本さんにね、後でヒゲをちゃんとプレゼントするで、ちゃんと後で T 字で剃って、それを橋本さんのポッケに入れるから。やだそれはもらってよ。だって罰ゲームじゃん。罰ゲームじゃ欲しい言うたらやんか。ポケットこうやって入れ、こうやって開いた時に、こいつのこに剃ったらいいよ、こうやってこうやってパラパラパラ。いや、無理無理無理。じゃあもう、橋本さんの家のポストに入れちゃう。やだよ、逮捕。わ、どこ、どこ行くん。ポスト行った、ポスト行った。飛んでポスト行った。はい、ということで、今回の白キャン応援会はここまで。また次回もお会いしましょう。ありがとうございました。帰ってくる。出てきた。おー、紙飛行機投げられてるやん。白キャン応援委員会。